彼は今日の試合に出たいと言ったが、私がさせなかった。ラインナップを決めるのは私だ。さすがのネビンも、わがままは聞かぬ。右脇腹の張りで、スタメンを外れた大谷。右肘の靭帯損傷に、右脇腹の張りと満身創痍。それでも大谷ならば、自分の体を厭わず、しれっとスタメンで出てくる可能性がある。ファンが固唾を飲んで見守る中、エンゼルスのスターティングメンバーが発表された。大谷は2日連続でスタメンから外れ、その経緯をネビン監督が語る。彼のまだ検査は続いている。今はそれしか答えられないが。ただ、昨日よりずっと良くなっている。彼は今日の試合に出たいと言ったが、私がさせなかった。彼はとてもプレーしたがっている。私たちもプレーしてもらいたい。だが、検査中なのでしっかり確認する必要がある。ラインナップを決めるのは私だ。これまで今回のようなことは起こらなかったが、彼にはそれが必要だったと今は感じている。ついにネビンが大谷を止めた。今までは出たい、って言ったら出してたのに。さすがに右肘損傷でもなんだか。ネビン、ついに大谷が人間であることに気づく。正直、今更って気持ちもあるけど、いい変化だよね。休ませる時は休ませる、それでいい。最初の豆や痙攣の時にもこうしてくれてれば。ネビンの指示で休ませるってことは、前からできたことじゃんか。ネビンもだけど、医療班は何も言わんのか？ノーって言えばネビンも出さないだろ。ともかく試合に出たい大谷は、ベンチ裏で、途中出場へ準備をしていたらしく。通訳の水原一平を通し、ネビン監督やテムズコーチに、代打や代走で志願していたという一幕も、さすがに今回は止められたみたいだが、野球を好きすぎる大谷を止めるのは一苦労である。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。